ぬすけ先輩、俺釣られたくないです。ちょっと助けてください。ねえ、ちょっと。ゼロスケ釣りません、ぬすけ先輩。振り上げるようだ。ぬすけ先輩。俺釣られたくないです。ぬすけ先輩。チェロとエンジンで仲良くしたくないですか。ここ入れた、これ。仲良くした。まあ楽しくいきましょうか。インポスター高田さん見せてやりましょうよ。見せてやりましょうよ高田さん。なんだこの。よし。はい。はい。え、クソって言いました？誰だ？誰か。え、おい嘘だろ、10周年祝いだろ。嘘でも仲良くしろ。嘘でも嫌なこと言うな。あれこれ議論は奈々子さんが喋るんですか？いやいや先輩が喋ります。あ、本当にサポートなんでだから。はい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 、なんか質問になったら先輩聞いて。はい。なんかあります？いや何でも答えられますよ今だったら120秒あるんで。うん、あ、ルールを教えていただく、うん、あ、ちょっと事前だね、やるんだったら、うん、でもルールは大体分かってるんで最初ですよね、最初皆さんどこにこう行こうとしてるのかなみたいな。ああ、高田村はみんなでピリオドの向こう目指してますね。あ、そっち向こうだって。え、どこ最終的にどこに行くかですよね。高田村みんなで10万人以上を目指してるんです。ああ、そう。まあまあ、歌うってそういうこと、ゲームの、どこに向かうかじゃなくて。ああ、ゲームの10万人、今後の目的の向かう？あ、ごめんなさい、そっちだと思いました。ああ、そっちなんですか？でも聞いてたの。コラボカフェですよね。行ったの。あ、そうそう、俺がコラボ、あのね。このスキップボタン押さないと終わんないから先輩。ああ。いやいやでもいいですいいです。終わらせる。いやいやもうグダグダした会話でもいいんだったらいくらでも。言葉が刀だな。すいませんでしたね。あ、違うね、迷惑、あの迷惑はな。面白い。はたさこ何やってんだあいつ。はい、マジかよ。あれ、早速シミヤさんが、めちゃくちゃ直近だと思うんですが、武器以降の方にいなかった？そうですね、光ったのはキッチンです。うん、高田さんいませんでした？そこ。これあのエンジンの方に行きました。あ、僕見てますそれ。あ、ズズだっけ、あれ、あの上エンジンの左上で配線やってたの僕です。で、高田さん左から右行くの見てます。あ、じゃあズーさんしてね、高田さん結構厳しそうってことね。いや、あいや、キッチンから来て武器庫コミュエンジンって言ったんだったら切ることはできるのかなと思ってますけど。いや、その前に魔王と武器庫の上だって あったありました。あってその後に俺はエンジン抜けって言っても、ちょっとズズ俺が見えてないけど、ズズが俺のこと見てくれてる。はい、はい、エンジンでずっと見てた。ズズは高田さんのことずっと見てたというか、左から右に通り過ぎる姿を見ただけです、配線やってる中で。うん、メインで見たのはアルマ・ハタサコかな。はい、あと路線でめっちゃ人いたんだよな。ユースケ先輩と竹尾さんと一緒に、あ、そうなんだ、弁当のところにいるんで、直近でそこだったら、はい、アルハタ・タケ・ヌースケ・メイヤまで無理かな。慎太郎さんってコックピットに一緒に藤宮さんが入りました。慎太郎もあの辺にいたわ、そういや、うん、藤宮くんが先に出て行って、僕はコックピットの弁タスクもあったんで、そこまでやって、で停電中に通信室からエンジンに行くときに名前だけ見えたんですけど、武器庫に下っていく人がいたんで、多分それがチェロちゃんのはず。マオは？
そう、あの武器庫上で、チェロさんとすれ違ってで停電起きたんで僕エンジンから宿舎前でボタン押しに行こうと言ってます僕チェロさんと一緒にびっくりしちゃったなんか聞こえてきたななんかボソボソ先輩切っちゃうのおかみみたいな人がいます懐かしい懐かしい僕はですねシャワー浴びてってそしたらずっと畑底さんがそれを見てました、はい、はい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 同じ部屋にいました、まあ、後輩なんでね僕はそういうことかいやちゃんと見てましたあのワンクスチョンはひそひそひそじゃないの、はい、まあ、まあまあ、最初難しいですけどわかってんなやっぱできるやつ潰すべきだよなはい、言うとボタン押したら会議が始まるから、はい、で怪しい人言う怪しい人言うんだタケオさんどこにいたんですかまあまあまあいいじゃないですかいいえ一緒にいたんじゃないのタケオさんはメインで一緒にあそうですね最後一緒にいたはずですけどそうです最後だったそうですちなみに僕はあの宿舎前で生まれてエンジン武器庫キッチン、セキュリティエレキメインっていうめっちゃ動いてるはい移動してます畑竹名7あヌースケ先輩に白出しましたけど今僕が手で直したんで巨人だけ引きでしょはいナイス巨人入りか、はい、これ片三振太郎さんズズさんの中どういう位置関係やってんのかあ、俺が魔王を置いた状態で武器庫の上を抜けていって、うんうん、で、ズズが配線のとこいたらしいけどちょっと俺はそれを確認しておらず、はい、エンジンからメインの方に向かっているのが自分で、ズズがその後ってどこいた、はい、俺その後停電になったんでコミュ武器庫キッチンって行こうとしてで、チェロさんとほぼ一緒に並行して歩いてる感じあ、そうなんだそうなんですじゃあ一緒に死体発見ですかあほぼ一緒の死体発見僕もレポート光ったんであと金庫室周辺は誰もいませんでしたおおおおお結構普通にいいじゃん、うん、で慎太郎があすいませんさっきも言ったけど藤宮くんと一緒にコックピットにいて先に藤宮くんが抜けて僕が後から抜けて通信室で武器庫の方に下っていく誰かをちらっと見てエンジニアに入って終わってます慎太郎最後に見た人っていないってこと見てない最後までは見てないですね最後は見てない何が起こすコックピットで入れ違ったぐらいし藤宮さんと慎太郎さんでも停電中でしたよねいや、うん、その時はまだ、あ、その時は違うかもね、うん、ズズさんが武器コミュ武器庫入ってたのは停電中ですよねその時は停電中っすでチェロスケと重なるで一緒に発見って感じイエスですちょっと一個だけ聞きたいことがあってズズさんが武器庫まで下がっててマオさんがミーピン越しに行ってるんですよねそれ違うですかそうです停電が武器庫の上のとこででチェロさんが下に行くのを見送ってエンジンの側に行ってるんですよ俺でもズズは見てない見てないというかお俺見えなかったんだけどズズさんってどこにいるとき停電になりましたエンジンの上の配線タスクまあ、次は鬼木アルマ慎太郎あたりかな。
あら。わあ。はたさこはんの死体が貨物室真ん中。ズズさん、高田さん、はたさこさんっていう順番に僕貨物バイタルですれ違った。俺、うん、バイタルで今さ、死体を死んだの武雄さんが死んだのを確認して上向かったんだけど弁当開かなかった貨物のズズさん。ね、右下の金庫やってるから見えてないです。なるほど。うんうんうん。で、金庫やってる途中に停電になって、停電直そうと思ったらレポート光って、レポートしたって感じです。俺は、ちょっと待ってね。ズズは最初エレキにいて、ハタサコもエレキにいて、ズズが先にバイタルに抜けて、ハタサコを上のポチに置いて、俺がバイタル貨物って抜けて、だから、ハタサコが貨物で死んでるって、まあまあ直近じゃない？多分。あ、でも僕が、バイタルでハタサコさんとすれ違った時に、すれ違った後に僕が宿舎前まで生きてるから。あ、そんなに生きてんのか。はい。ん？高田さんってバイタル貨物の後ってどこ行ったんですか？給油、ズズが、あれだよね。金庫側に行く時に、俺が給油して、はい、で、貨物の上の配線一番最後のやつやって、はい。ラウンジってあれやったか、まあなんかラウンジまでは行ってる。ああそうですね。うん、給油やってるのは僕も見て下行ったんで、そうですね、うん。俺が診察に入るタイミングでズズさんが貨物に入るのとすれ違ってて、で、ハタサコが、その後ろをついていく感じだったんですよ。うん。で僕先輩ここに投票しました。ちょっとぬつけ先輩早いよ。ごめんなさい。まあ、俺もこいつだってちょっと思い決めた人がいて。あでもチロスケさんは僕と一緒にいました。ああ、あの現像室で、マモさんも一緒に途中までいた気がします。あ、そうエンジンルームで、チェロ先輩マオが弁当の上でイチャついて右側行ったんで、チェロ先輩。あ。いやー、ズズ高田さん名屋さんかな。うん、いや、シンプルにそうだと思うよ。アルマが戻ってきてない限りは。で、いいかなー、うん。これ、皆さん、どこに入れました？僕、ズズさんに入れました。おっと、アホやなー、ほんまに。ほんまにアホだと思う。ほんまにアホだと思う。視界広いだろ。広ない広ない本当にめっちゃちゃんと見えるよ、マジクルーでも。めっちゃちゃんと見える。絶対高田さん殺してるからな。あ、いいよ。なんてこった。やばすぎえ。ほら。アルマさんがリフトの左で死んでました。アルマ。アルマくんは僕、コミュニケーションが治ってからコミュニケーション前通路あたりに置いていった気がしますね。エンジン、メイン、シャワーまで僕来てます。鉄砲の部屋の上のところで中野さんが上の方に消えてったんですよ。でその後真央さんとチェロスケさんがなんかその辺をうろうろしてた気がするんですよね。うんうん、あ、いました、いました。どちらかが聞こえてきます。チェロ視点ではその初手の容疑者が、チェロ目線高田さんだけだから高田さんまで釣りたいなっていう、ね、気持ちはあります。まあ、初手の容疑者はほぼ俺はズズで落ちてると思ってて、まあ、理由まで俺説明すると、
エンジンルームを俺が通過したのを見ているっていうのをズーから発言が出てるんだけど、ズー自身がそのタイミングで停電になったって言ってたので、しかも俺ズー見えてないから、ズーは明らかに人外視点っていうか、視野がもう停電してない視点になっちゃった。はあ、もしそのズーさんがマットメイトで高田さんインポスターもあるかなって。あ、まあそれはまあ追い出す全然ある。高田さん釣りたいなって思ってます。ヌスケ先輩、俺釣られたくないです。ちょっと助けてください。ねえ、ちょっと。ヌスケ釣りません、ヌスケ先輩。リアクションだ。ヌスケ先輩。俺釣られたくないです。ヌスケ先輩。チェロとエンジンで仲良くしたじゃないですか。この子入れた、これ。仲良くしたじゃないですか、エンジンで。いや、楽しかったです、本当。あ、やっぱり。どっちに向けてのタムケのセリフなんだ今の。なんでだ。マジかよ。やばいんじゃない。でもズズでは落ちてるのほぼ間違いないと思うから、インポスターで置くしかない。まあもう結構やばいな。あー、面白すぎるだろう。こんにちは、チェロちゃん。いや、接待したから最後に殺さなかっただろうが。そうだろうね。接待しろ。竹雄さんか。いや竹雄さんかじゃない。あ、確かに鬼疑ってた最初、竹雄さんどこにいましたか。確かに。確かに最初疑ってた。当たってた。あって。俺しかも今最後メイヤさん聞きかねえなぐらいの感じのテンションだった。途中で気づいた。あ、俺を殺そうとしてるんだ。だからね。みんなマジで接待しないんですね。